邪魔けかや。はい、皆様こんばんは。5月9日月曜日、289回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、午前中結構いい天気だったですね。まあ、今日の真っ白この街歩きセンターもちょっとあったかくてね、こういうかかあの形で、放送しております。で、今ですね、ちょっと降ったりやんだりみたいな形のお天気ですけれども、そんな真っ白からお送りいたします。さて、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白でですね、白鳥ネギを開発して、まあ、商品化し、まあ、栽培もされておりますね、西条にお住まいのハピネスライフ HC 代表の中島勉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真っ白にはですね、まあ、一本ネギもあったりとかっていうんですけれども、中島さんはですね、白鳥ネギを開発したという形で、その今日はですね、白鳥ネギとは何ぞやということをですね、お話を進めていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、中島さんのお年ちょっと聞きたいなというふうに思いますけど、何歳になられるんですか？85歳です。85歳ね、まあ結構若いですね。血色もいいし、はい。まあ、中島さん の、まあ、紹介っていう形なんですけど、まあ、これは30年前のですね、まあ、紹介するようなあれになるんですけれども、まあ最初に就職したのっていうのは松代町役場に就職されたってちょっとお聞きしたんですけど、はい。松代町役場の当初っていうのはどうなんですかね。町の中のどこら辺にあったんでしょうかね。金継ぎ堂の横にあったですね。はい、ちょっと小さかったですけどね、はい、今のことじゃなかったんですけれど、まあ、その当初入った当初ってどういうあれなんですかね、役っていうか、どういう形で入られたんですか？農林課に入ったの。農林課ですか。はい、まあ、それがあれですね、きっかけになるんですね。はい、はい。まあ、これ合併して、松代から長野市に変わって、はい、でそれも今度はそれ引き続いて同じ職場で、農政課だとか、はい、農業保険課だとか、はい、まあ、主に農林部の方を回ってたんですが、なるほどね、最後は商工部へ移りましたが、まあ、あとこういう今ね、お借りしてきましたけど、松代高等学校もこれ移転するっていうのはね、町の中の殿町から、はい、西条まで、はい、西条のね、はい、ところへ引っ越すっていう方、これもあれですね、表彰状みたいな形で、まあ、感謝状、はい、まあ、感謝状みたいなもの、ね、これどういう、塚原さんが助役やってて、中島君今度は西条へ公園を整理しなくちゃいけないからね、はい、真田公園 のところを整理しなくちゃいけないから、西条へ県の教育委員会でも西条だりって言うから、ええ、西条へ移りてきたから、おめさん飯めいと帰りがけに農家回って協力いただけるように頑張りやるなっていうことを言われてね、まあ、それから動き始めたんです。まあ、あれですね、西条って言えば西条に住んでらっしゃるから、まあ、そういった面ではね、地元の人となる連携は取れるかなって感じですね。まあ、あれ松代高校もあれですよね、ちょっと狭くて、まあ、真田公園作るとかっていうのが移転するって形なんですね。そうです、はい、まあ、あとその他に、これ見ると、あ、警察学校もあれですね、移転するって、あ、呼ばなきゃいけないって言ったのかね。警察学校はね、うん、長野にあって、東通りの東側にあったんですが、うん、一部農家から借地があってね、はい、ちょっと県の、まあ、こんなこと言っちゃいけないけども、県の農地法違反やってたんですよ。本来なら転用するときには前の地主に消さなくちゃいけない制度があったの、うん、それ消さないで警察学校で使ってたもんだからね。あ、なるほど。そういう農家から問題が出たの。あ、ほんで長野でダメだから、どっかへ設定、うん、そしたら真っ白で お願いする話が出てきてね、うん、これもやっぱな、西条なんで長島さんっていう形になったの。ああ、まあ、高等学校やった関係でね、助役さんにすっかり惚れられて、辞書のことはお目に任せるでしょんですって、なんでもかんでも俺のところ
だから試験場もそうだし、うん、ああそうだ警察学校もそうだし、今度はこれ見ると長野のあの農業調査局も大室にあるあの研修所、はいね、あれも同じだ、あ今あれはの農業大学あるとあ、あの県の農業大学そうですね、それも結構絡んだってこと一緒にだし、うん、何しろ惚れられちゃってね、助役に何でも面倒なのは俺のところに持ってくれて、うん、ありがとうね、うん、でもだんだんとそう解決してあれじゃないですかね、うん、いいじゃないですかね。あとこれネギの話になるけども、これネギの話になる前にもこれもまたあれなんだよね、ああこれいつもの移転もね、うん、あの若里にあったんですかね、若里にあったのね、うん、オリンピックからいろいろ学校当時使えてるもんだから、ほんで、塚原助役さんが石の方の柳原助役さんや市長と2-2で持って、面倒なのは中島君にやらせればいいようなこと言って、まあでまたそんなところも引っ張り出されちゃって、これも今結構あれですね、丸1はあ、あれですね、丸1から始まって、うん、4社、うん、仲卸っていうかね、そうですね、卸業者が、うん、できましたもんね、はあ、はい、まあそこであれですかね、ここでもってあの一本ネギの話が出てくるんだけど、どういう一本でいいってこと、あの白鳥ネギか、ああどういう、あいいだから市場の関係は農林省直轄を市場にするとってね、計画があったの、はい、だから東京にしょっちゅう打ち合わせに行くんで、うん、で東京の料亭で宴会でネギやなんか出てくる、俺もまっすぐネギやってるから関心あるから、うちのネギ使ってくんねえかって言ったら、よそのネギなんか味悪くていけねえから下板にしか使えねえなって言ってわけね、それじゃあ下板ネギ作るかと思って、まあ退職する時には単に買ってきて下板作ってくれたんだけど、まあとてもいいネギになったんだけど、うち場出したら白いとこねえからハンデにもならない、うん、で知ってる社長さんちに冷やかして、うん、せっかく苦労して作ったのに東京じゃ一番出せって言うのに長野じゃどういうんだったら、会社で買うんだ金出すけど仲買いが買ってくんね、なんで買ってくんねんだったら白いとこねえからこの辺のは、ね、出に出さねえんだって言って、うん、顔人が、あなるほど、うん、白くないけどダメだダメなんだ、うん、それじゃあ白いとこ長いねん作ればいいって言って、まあじゃあ改良するかって、もともと百姓専門で、いろんなことを勉強してるから、後輩のダンデリを下板ネギ買ってきて、真っ白ネギと田んぼの中で交配させて、それから選別を始めてね、気に入ったネギになるから、まあ料亭の人にも食べて見てもらったりして、どのネギがいいか、でこれが試験中のやつなんですか、そう、で平成2年から交配、まあこれ虫に交配してもらうんだけど、あんまり花小さいから人の手なんてダメだから、で虫でやってもらうおかげにいろんなものが出すぎてバラエティがたくさんなるから、その中からまあ、いいのだけ選抜して順に、平成3年から選抜始めて、ある程度まとまったのが10年かかって、平成13年だからね、でまだ 100% ならねえんだ、種をまいてもどうしてもいろんなのが出てくる、1割2割ね、そしたら「いい中島さん8割出ればいい、同じだから大丈夫だ」ってこういう話が、専門家の話があったから、それじゃあ申請するかしって、農林省新しいネギの申請をやったんですかね、これなんかはみんなこれあれですか、試験栽培の時のやつ、あで大体揃ってきたから、ああこのくらい揃ってきたからよかねえかと、ここ見るとゴンドウだ、今もうなくなっちゃったけど、いい月平海岸これ持ってって新しいネギ作ったら食べてみてくれって、感想を聞いたりいろいろしてね、あなるほど、評判どうでした、だからここにもあるように、あそっか、柔らかく大変おいしいネギでしたって書いてあったね、そうそう、はあ、酢の物もおいしいから、まあ地ネギよりも白い部分が多いので料理使うにも無駄がなくておいいですねっていうあれね、ご返事だね、あとこういうのでね、まあ、これはなんだ、市民新聞だね、これまた平成19年だけども、ネギ品種開発みたいな形で頑張ってるよって言うんだね、頑張る農業者たちみたいな形ですね、畑でいろいろやってるから、どっかから聞いて
今年の正月の、新聞に載せるからなんて、来て、これだけど、あの今おっしゃってた松代一本ネギと、ね、白鳥ネギの違いって、ここに今載ってはいるんですけど、太さも違う。あ、下板かかってるから太く、太い、太い方が柔らかいの。で、松代の一本ネギもこれもいいネギなんだけど、はい、夏は怖いんですよ。霜になってくると海苔が出てきて、だから冬東京に持っておけば美味しいネギだって評判いいんだけどね、夏は使うにはちょっとな、そこ行けば霜板のネギは一年中柔らかいから使えるからね。あ、そうなんだ。それで、なおかつ松代ネギのその海苔気のあるところも、接続というか継続したいもんだから、まっすぐ一本人と下板と交配させてる。そうそう、それで10年、で10年過ぎて仲間揃ったからいいかせて、まあ13年に申請出した。申請出した。これがそうですね。それでこれ見ると手中島馬ネギで申請したんだ。それでそしたら料亭やそこらの人たちが姿を見ればわかるからいいけども、うまいかまずいかわかんねえからうまいねんけどうまねえでやってや出せばいいしって、書いて出したところが、そしたら、まあ、一応説明書きみたいなあれだね。で農林さんの方から、ネギにネギなんて名前つけるわけにいかない、ネギだから取れてって、通知が来て、これこの日が通知だね。いけねえし、おい、せいじゃおい、とんだらく馬になっちゃったらダメだから、違う名前にするだねかって、試験場の技師の話したら、中島さん面倒の関係ねえで、白いところないから白長に出せって言うから、白長に出したんで、さあ、そうしたら、まあ、ネギの関係で日本中とんだれて、勉強、よその産地も勉強するんだけど、そうすれば白長ネギっていうの、売ってるんですな、道の駅や、いや、そこらで。同じ名前じゃどっちだか分かんなくていけないから、それじゃあまあ商品名は白鳥ネギにするっつって、同じ字だからひらがなでもいいわっつって白鳥ネギで売るようにして、こういうこれは長嶋さんのとこで作って、そう、まあ登録されてるっていうことだからこういうのを作れるですね。でその長嶋さんのとこで買った種っていうかネギを植えてこういう形になるとね。そう、こういうところ入れて売るの、なるほどね。まあこれでもってこれ見ると甘みがあってうまい、ね、美味しいね。緑葉も柔らかい、葉っぱも柔らかい、ね、中島白鳥ネギみたいな形のあれだ。そうです。まあこれ見たら中島さん作ってるよっていう形ですね。だからここにもあ書いてあるね。電話も時々来るですよ、ね、種くれ、苗をくれと、今になって苗欲しいなんて言われて、今くらいみんなに出しちゃってねえぞって、ないものはないね、でまあこれこの国で申請して OK 出るとこういう官報に乗って初めて、この世の中に通用する白鳥ネギっていうのは通用するという形なんですね。ほんで特許権が一緒についてくるからね、他の人は営業に使えないんです。何年間 OK なんですか？20年ね。これも結構今日もあのテレビかなんかでやってなんかいろいろ申請すると30万ぐらいとか40万ぐらいかかるとかって、ね、ああ中島さんおいくらぐらいあれですか？俺はあの税に出すの嫌だからみんな農林省へ納める金はね、年に3万とか5万とか、あるいは検査の時に登録料でもって5万とか6万とか出すの、それをやるけれども商売人やれば手間だもかかるからね、それ抜きで5、60万かかっちゃうんですよ。ほんで農林省で20年間あるからね、1年2万や3万でも20年間納めるからね。あ、そういうこと、ね、ということは白鳥ネギの私の権利を向こうで保護してくれるわけ。その保護する管理料がそうね。なるほど。まあそれが20年で、40万から50万ぐらいになって、なるほど、ね、2万ずつでも20年とくるからね、そうですね。まあ結局はあれですね、これ、まあ、こういうあの冊子なんだよね、これね。本なの。本なんですね。2000
6年版っていう形で長嶋さんのこれが出てるという形ですね、はい、うん、やっぱりこれからあとはこれからどういう形でやろうと思います？どういう形って、うん、だからみんな欲しがるから、うん、種取って苗作って、うん、みんなに分けてくんなくちゃ、うん、まあ、まあ85歳だけど、ああ、もう少し頑張ると。ああ、いいそう、いいですね。だってやるもんな、イニヤス、イニヤス、2番目の息子、うん、俺やるわ、年やるわって言ってたけども、うん、3年ばか前に死んじゃったんだ。ああ、そうですか、うん、その残念だったね、うん、いい酒飲みすぎたんだ、うん、まあいずれにしてもあれだね、引き続いて頑張ってやっていただくってことで、うん、はい、いい種と苗だけは何しろ、はい、みんなに分けられるようにちゃんと作ってるの、はい、今年もだから種いくとよりも最終やってます。わかりました、まあ、頑張ってやっていただきたいなと思います、はい、本当今日はちょっとだけ聞かせていただきましたけど、はい、まあ、八丁ネギ頑張って作っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。いい、どうもありがとうございます。ありがとう。はい、ネギは使い道いっぱいあっていいよね。いいね。あのね、私もね、もらってね、うん、食べたの。お、美味しかった。甘かった。うん、あのね、豆腐じゃなくて、うん、豆腐にあれしたりとかね、うん、納豆混ぜたりとかね、うん、焼いてみてね、ちょっと食べてみた。いいね。うん、なんだっけね、削り節かけて。いい、うまかったね。うん、美味しそう。ちょっとね、はい、遅かったって言ったけど、ちょっと食べてみました。うん、そうですか。はい、ということで、うん、お知らせも。お知らせね、はい、今日今出来たて、うん、うまいもんマップ、松代のあの漁員組合ね、子供ってね、ちょっと作りました。うん、ね、うん、野松さん作って、そうそう、うん、まあ、ちょっとね、今までとまたちょっと新しいタイプでね、ちょっとできました、うん、はい、でこれを持って、町歩きセンターでありますんでね、これまたちょっと見ていただいて、はい、あれですね、まあ、まあ、大体松代ね40件ぐらいあるんだけど、うん、まあ、そういった中でね、これ見ていただいて、ですね、観光客もそうだし、地元の人も、ね、うん、食べていただいて、町の活性化、ご協力をお願いしたいというふうにございます。9丁目も入ってる。あ、なるほど、いいですね。あ、いいね、いいね。わかりやすくていいね、うん、そうそう、今一生懸命9丁目ね、うん、自治協もやったりとか夢空間もやったりしてますんでね、うん、こういうの見ていただいて勉強していただければいいかなという思いますね。はい、じゃあ続いて来週、はい、来週の予定は、はい、はい、来週はね、西田さんにねちょっとやってもらうんですけどね、うん、あ、小松姫っているじゃないね。あ、知ってますよ、ね、あの、あ、彼女がね、今度ね、急行店借りてね、小松菜を、小松姫が小松菜だって言うから、うん、それどういうのっていうのちょっとプロジェクト作ってね、やってるっていうから、ちょっとお聞きしました。小松姫がね、小松菜売ってるって言って、売ってる、そうだ、売ってるんだ。あれどこだったっけ、真田丸ショップかな、あそこでも売ってるって聞きましたよ。そう、ね、だからそういうあれもあるのでね、そんなお話聞ければいいかなっていうふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくり街をどうぞお楽しみに。お楽しみに。